本音で生きたらみんなから嫌われるそんなことはあらへんあらへんはいこんにちはライフスキルティーチャーのミスターおかちです本音で生きるための行動習慣やライフスキルをマックスと一緒に紹介しています はい。ということで、えー、僕はね、えー、和歌山でライフスキューの学校を立ち上げて、これまで1万人以上の子供と大人の生きる力を育んできました。で、このチャンネルではね、本音で生きるって素晴らしいですよと、本音9割、10割はちょっと難しいけどね、本音9割で生きると人生が変わるよ。そういうことをメッセージに配信してます。でね、そんなことを言っていると、 ここんんなことを言われるんですよ本音で生きたらみんなから嫌われるで自分らしく生きたらわがままや自己中やって言われて居場所がなくなるでそんなんやってたら社会で生きていかれへんでもっと大人にならなそんなことを言われます。 今日はね、それはね、えっと、僕はね、あらへん、あらへんと思ってるんですで。それは誤解やと思ってるので、その誤解を解こうということで、今日はね、ポチってね、配信してます。配信撮影してます。はい、撮影してます。えー、っと、本音で生きる人への5つの誤解。これが今日のテーマです。 えー、このチャンネルでは本音で生きるためそして自分らしく生きるための行動習慣とか考え方を紹介しています良、えー、ければチャンネル登録をポチッと押してもらえたら嬉しいですあと SNSTwitter とかインスタとか Facebook あとはヒマラヤの音声ラジオでも、えー、配信してますので良ければ概要欄からご覧ください はいということで今日のテーマは「本音で生きる人の5つの誤解」ということで5つね誤解していることがあると思ってるんですそれをね一つ一つ解いていきたいと思います、えー、ここに書いてますよね、えー、まずは一つ目「本音で生きる人はやりたくないことはやらない」はいえー、っとね えー、そうではなくてですね、えー、本音で生きる人はどうしてもやりたい夢とかどうしてもやりたい、えー、目標っていう,もう本音のね心の底からやりたいものを持ってるんですでそれをやるために、まあ、問題とか壁とかいっぱいあるでしょその壁が自分が苦手なことやったとする苦手なことやったとしてそれを誰にも任せることができないもしくはその問題を解決すること以外の他の選択肢がない 例えば自分が得意なことで突破するっていう選択肢がないんやったらその壁しかないんやったらそれはやりますよ。それ苦手なことであってもやりたくないことでもやるんですよ。だってそれを解決しないともう本音のやりたいことが叶わないんでそれをやるんです。だから になん本音できる人っていうのはやりたくないことをやらないとか苦手なことをやらないっていうよりもやりたくないことをやりたいことに変えてやるんですだからいつも楽しそうなんですあの輝いて見えるんですよでもね基本的には苦手なことから突破しようっていうよりも自分の得意なことで何とかできないかとか、えー、誰か任せる人がいないのかっていうのは絶対これ考えます ね、任せる人がいるなら任せたらいいんですよで。自分は自分の得意なことに特化したらいいんですよ。はい、でそういう考え方は持っているけれども、やりたくないことをやらないということではないということです。これがまず一つ目。二つ目。本音で生きる人は苦手なことは直さないのえっとね、これもちょっとね、えー、イエスでありノーであるんです。いや、これんやろ。今、合ってるあ、今のか。 是，没。 今の,あのちょっともうかぶっちゃったんですけど、えっと、1つ目と2つ目ほぼ一緒ですね、はいえー、2つ目は苦手なことを直さないっていうことはもうさっき言ったことと同じですね基本的に任せることができるんやったら任せるし、えー、他に選択肢がないんやったらやるんですねだからやりたくないことをやらないっていうわけでもないし苦手なことを直さないっていうことでもないやりたくないことをやりたいことに変えるのが本音,な本音できる人であって苦手なことが、えー、できた時にそれ以外の道を探して したり任せるっていう選択肢を探すけど、どうしてもやりたくやらないといけないやったらそれもやるんです。はい、もう1番と2番一緒くたに説明しちゃいました。はい、3つ目、えー、本音で生きる人は相手が傷つくことを言ういや言いませんよ。 あの本音で生きる人は自分らしく生きるためには相手もも自分も大切にしないといいいととけななことを知っているからです、えー、なぜなら自分がやりたいこと言いたいことをちゃんと相手に叶えてもらうためには相手のことをちゃんと聞かないと。 相手の立場になって相手の気持ちに寄り添ってそこからメッセージを発信しないと自分が思ってることは叶わないそれを知ってるんですよだからちゃんと自分の言いたいことはあるでもそれをどうやって届けるかそこを本気でやるんです相手はどういうことを困ってて相手がどんなことを望んでいるのか相手の立場に対してちゃんと理解する話を聞くでその上でこういうふうにえ言ったら届くんちゃうかって自分で言葉を考えてまっすぐ届けるんですはいただね ちゃんと自分が一生懸命努力して相手の立場に立って考える。そして自分の言葉を、えー、伝える。 でその結果、相手が怒ってしまったり、自分の言葉が届かなくて、相手が、なんやろ、悲しんでしまったら、そこはもう仕方ないじゃないですか。だって自分がちゃんとできることっていうのを考えて、精一杯のことをやって、伝えた。でもその結果、相手が嫌な気持ちになったら、そこ仕方ないんですよ。相手がどんな気持ちになるのかっていうのは、自分にはコントロールできない。えー、っとね、相手の課題なんですよね。だから自分の課題と相手の課題、自分がコントロールできることと、相手がコントロールできることっていうのをちゃんと線を引いて、 相手にしかコントロールできないことを思い煩わないってことですくよくよしないもちろんこんなこと言ってしまった反省します次からはこういうふうに言おうって考えるけれどももうそれはもう仕方ないですもんねもうちゃんと自分が一生懸命ベストを尽くして努力をすることは自分にできることだけどその結果っていうのはコントロールできないだからしっかり線を引いた上でちゃんと相手も自分も、えー、尊重できた伝え方をするということですえー、4つ目 本音で生きる人はルールを守らない。ちょっと飲みましょう。はいはい、えー、そんなことないですよ。本音で生きる人も社会で生きている以上何らかのコミュニティに所属している以上そこにあるルールは守ります。尊重します。 ただね、そのルールっていうのは何のためにあるのかってめちゃめちゃ考えるんですよ。そのルールの目的は何なのか。そして今やってる、与えられたこと、その指示をやった先に何があるのかって、その意味であったり目的っていうのを自分の頭でちゃんと考えます。で、自分の頭で考えた上で、そのルールって意味なくねえとか、そのルールがあることで本来の目的が叶わなかったり、本来のビジョンを邪魔しているものやったら、そのルールっていらないじゃないですか。だってその目、なんやろ、そのコミュニティのビジョンを実現するためにルールが あるんだから、ね、そののビジョンの妨げになってそういうふうにちゃんと自分の頭で考えてでこのルールいらんなと思えたらそのルールを変える提案をするはいここが本音で生きる人を大事にしてることですよねルールは尊重するルールは守るんだけどルールの意味を考えて目的を考えて必要でないと思うことは全然積極的に話してあの変えようとするということはい5つ目本音で生きる人は今が良ければそれでいい はいこれも半分正解で半分,半分違いますよね。もちろん今の自分の、えー、今ここに生きること今ここの自分の感情を味わって今ここ最高のパフォーマンスを発揮することこれはものすごく大事なんですけど今この瞬間にかなわない夢っていっぱいあるんですよね。まあ、例えば僕で言ったら、えー、とアメリカの 大学院留学したいってねその25歳の時思ったけど、えー、大学院に行くための語学力もないしお金もないその状態ですぐに行けないもう今日,今日は明しに行けないじゃないですかなのでやっぱりそこに行くためには何やろう えー、英語の勉強しないといけないしお金を貯めないといけないんですよもうカラオケ行きたい合コン行きたいってお金を使いたくてもお金を貯めないといけないしなん英語の勉強よりも、えー、ダンスの練習をしたいって今思ってたとしても英語の勉強しないとやっぱり夢叶わないんですよねだからやっぱりね今の自分だけよければいいんじゃなくて未来の自分が喜ぶ選択をするこれもね同じぐらい大事にするんですだから順番としてはまずはね今の自分の気分を満たす、ね、このコップコップ ですよ今の自分の心の器の気分を満たすということこの気分が満たされていない状態で今を犠牲にして未来のために生きてたら空っぽいなんですよエネルギーなくなっていくんですよだからまずは今の自分の気分を満たすでご機嫌状態になった上でその上で未来の自分が喜ぶ選択は何なんだろうって考えるってことですはいだからよくあるのはその 未来の夢を叶えるために今の現在を犠牲にする。その考えやったらね、どうしても燃え尽きちゃうんですよ。僕もそうでした。英語、英語なんや、留学するために今やりたいことを全部我慢しようと思って1年間頑張ってましたけど、まあ、それもう無理やと思いましたよ。だから、今の自分の気分を満たす。もちろん、んやろ、合コンも行っ,て行ったし、ダンスも踊った、そしてパーティーも行ったりした。でお金も使ったよ。でも、そこの気分もちゃんと満たした状態で、その上で、ちゃんと英語の勉強もしたし、 ないのお金を稼ぐための仕事もちゃんとやった。そういうふうに、ちゃんと今の自分の気分を満たした上で、未来の自分が喜ぶ選択をする。これが本音で生きる人なんかなと思います。はい。ということで、えー、5つの誤解がありました。本音で生きる人はやりたくないことはやらない。いや、違います。本音で生きる人はやりたくないことをやりたいことに変えるんです。はい。2つ目。本音で生きる人は苦手なことは直さない。違います。本音で生きる人は、えー、まず、 まずはね、えー、他に選択肢がない,ないのかって考えたり誰かに任せることはできないのかって考えますで任せることができたり自分の得意なことで解決できるんやったらそ,そっちでやるけれどもそれ以外に選択肢がないんやったら苦手なことでもやります、はい、で3つ目、えー、本音で生きる人は相手が傷つくことを言う いや、言いません。えー、っと、本音で生きる人は、自分も相手も大切にしたコミュニケーションをします。はい。相手の立場に立った上で自分が言いたいことを言う。はい。そうしないと自分の本音は叶わないでね。で、四つ目。本音で生きる人はルールを守らない。えー、っと、本音で生きる人は、ルールの意味と目的をちゃんと考えて、そのビジョンに達成するために、邪魔になってるルールやったら変えようと努力します。はい。本音で生きる人は、今が良ければそれでいい。 はい違い違ます本音で生きる人は今の自分の気分をちゃんと満たした上で未来の自分が喜ぶ選択をしますはい、はい、ということで本日はこの本音で生きる人への5つの誤解っていうのを紹介してきましたえ本音9割で生きると自分がやりたいことが見つかって最高の自分を表現できて生生きる喜びににれた人生になります夢中になって生きるそんな毎日がやってくるんです はい、ですので、えー、このチャンネルでは本音で生きるためのライフスキルであったり行動習慣っていうのを、えー、これからも配信していきたいなと思ってますのでちょっとでも興味持たれた方はチャンネル登録をポチッと押してもらえたら嬉しいですあとね、えー、っとちょっとでもこの配信が参考になったなとかおかち頑張れとか楽しかったよって思う方は高評価ボタンを押してもらえたら嬉しいです、えー、正直ね今はこれ練習みたいな感じです 申し訳ないですあの。YouTube 平日毎日配信してるんですけど今はね本音9割で生きるための技術っていうのを、えー、各カテゴリーに分けて段階を通じて一つ一つコンテンツを紹介してるとまだプレゼンもねまとまっていない、あのー、状態です、はい。なんですけども今こうやって自分の中の湧き出てくる言葉であったり気持ちっていうのを正直に言葉にしてこうやってまとめながらあなたにお伝えをするというプロセスの中で、えー、自分自身本音で生きる ためのコンテンツっていうのをブラッシュアップして、えー、いい。あのー、素晴らしい、えー、コンテンツに仕上げていきたいなと思ってます。まあ、1ヶ月見てください。これから1ヶ月見てたらだんだん良くなってきます。はい、1ヶ月経てばもっともっと良くなって分かりやすく、そして面白くなってくると思うので、こうご期待ということで、今さ今はこれスタートラインです。スタートラインをまあ皆さんと一緒に始めていきたいなと。 思ってますスタートラインを始めるという、まあ、日本語もね、おかしいんですけどね、スタートラインに立って、一緒にスタートラインに立って、一緒にスタートを切りたいと思います。こんな感じでいいでしょうか。ジエンド。はい、それでは、ワンダフルな一日をお過ごしください。バイバーイ。